はいえー、今アップしているのは、えー、北アイルランド問題に関する本なんですけどもこれ「Explaining」いうタイトルなんですけどねなんか初心者向きかと思ったら全然違ってまああのある程度北アイルランドを分かっている人を前提に書いているのでまあ過去に23冊読んでたんであのまだマシなんですけどこれ全く読んでなかったらもうかなり苦しかったんじゃないかというぐらい。 ちょっとなんか学問書みたいな感じの本ですね。はい、まああの簡単に要約すると、まあ、北アイルランド問題、まあ、北アイルランドは英国領ですけども、えーまあ、北アイルランドを取り巻く問題っていうのは、まあ、外的な要因とと内的的なな要要因があると、まあ、外的な要因っていうのは、まあ、17世紀に英国特にこれスコットランドからですけども。 えー、植民地者が17世紀に、まあ、今のアイルランドまだ分かれてませんけどね南と北にそこにやってきて、まあ、植民地化するわけですけども、まあ、それが外的な要因ですよねそれからあとはあの南のアイルランド共和国これ南と北に分かれたのは1921年なんですけども1921年のいわゆるアングロ・アイリッシュ・トリティーってやつで、えー これ、えー、南北に分かれてしまうんですけども、まあ、南の方のアイルランド共和国が、えーまあ、北アイルランドの人から見ればですね北アイルランドのいわゆるプロテスタントの人から見れば南のアイルランド共和国が北のアイランドを北アルランドをです、ね、もう一回奪還しようとしてんじゃないかというそういうふうなまあ考え方があるんじゃないかということですよね。 それで北のプロテスタントの人がですね自分たちは北の北アイルランドの中にはイギリスに属するプロテスタント教徒と南のアイルランド教国と同じ宗教のカトリック教徒と北アイルランドの中にもカトリックとプロテスタントの人が同居というか一緒に住んでいるわけですけれども。 ま一緒って隣じゃないですけどねちゃんと分かれたところに住んでるわけですけどもだから外的な要因とすれば英国という国それから南のアイルランド共和国それから内的な要因からいうと同じ北アイルランドの中にプロテスタントとカトリックの人が住んでるわけですねそれでまあ,あの一応マジョリティはプロテスタントなんですけどもまああのマイノリティといっても結構な数のカトリック教徒が北アイルランドに住んでるわけですけども まああの就職なんかで、結構差別がま、あまあ今はそうでもないと思うんですけど、平和が訪れるまでは何十年もあったわけですね。カトリック教徒はあまりいい仕事を得られないという。失業率も高いと、そういう差別対応を受けているわけですよね。それに対するまあ反感が当然、起きますよね。その反感の現れが、政治的に自分たちの声は反映されないことになって。 まあテロで反応するしかないということで IRI がまあ北アイルランドの中でそして英国本土でもテロをやってましたけどもそのテロをやることによって今度は北アイルランドの英国にえまあ属するね人たちが当然また逆襲をするわけですねだから暴力のまあ悪循環が起きているとそれが今までのもう北アイルランドだったんですよと。 ということでまあ1993年ですかねあの北ルランド、えー、英国政府と南のアイルランド共和国は、まあ、あの Joint Declaration for Peace という条約を結ぶわけですけれども、まあ、その中で、まあ、あのアイルランド北アイルランドがあの大多数の人があの例えば南,北南アイルランド共和国とアイルランド共和国の えー、一つになななとと望むならばそれでも構わないとこういうことをまあ決めたわけですけど、まあ、でも実際にはさっきも言いましたけど北アイルランドの大多数の人はこれはマジョリティはプロテスタントなので、まあ、そういうことはないでしょうけども、まあ、英国政府自身もあの北アイルランドのプロテスタントに対してはちょっといい加減妥協してくれないかというところが過去に結構あったみたいですね。 えー、で、まあ、妥協しないから一歩も譲らないと、まあ、こう宗教的な問題というよりも、まあ、本文にはその,のナショナリストという表現もありましたけどね、まあ、民族主義的それからナショナリスト的な考え方宗教うんぬんというよりも、まあ、それがたまたま宗教がプロテスタントカトリックということなんでしょうけども、まあ、もちろんあので実際にですねあのこの本にも書いてましたけど プロテスタント教徒だから狙われたとかカトリック教徒だから狙われたという例あの実際にそういう例があったのはほんのわずかでほとんどがやっぱりこの治安部隊をターゲットにしてるとかそれからまあ爆弾が破裂して民間人が巻き込まれるだからその特定の宗教を狙ったというわけではあのそうやったら牧師さんとかねそういうカトリック系の学校とか。 狙われますけど、そういうのは本当にまれで、もう本当に少ないんですよね。もう一人牧師さんは一人か二人ぐらいしか殺されてないんですよね。カトリックもプロテスタントも、ほとんどが一般の人なんですよね。まあ、元警察官とかいますけども、まあそういうことでなんかとがくキタルな問題は宗教的な問題で言われがちですけども、実際にはこうエスのナショナリズムっていうんですかね。それが結構大きいみたいです。 で今の,あのブレクシットの問題でいうと、まあ、英国政府が出ますけど来年の3月でしたっけ、ね、あの EU からでも今揉めてるのはあの英国政府の領土の中で EU に加盟している国と唯一国境を接してるのが北アイルランドと南のミラミアイルランド共和国の間なんですよね。南のアイランド 上の北アイルランドは英国に属してますから今はこの北アイルランドと南のアイルランド共和国の間には国境を自由に行き来しているわけですけどもまあメイさんの提案はあのこの自由に行き来を、まあ、あの維持するとただしそれをしようと思ったら EU の関税同盟に残らなきゃいけないと関税同盟に残るということは EU の規則に従わなきゃいけないとそれやったら EU を出たら意味がないんじゃないかということで 100人ぐらいの同じ保守党の議員が彼女に反対票を投じましたけどもあのまあ EU からしたらですね、えー、自由な貿易や危機は置いといてでそれで EU のルールに従わないで出ますってそんな虫のいい話じゃないですよと、まあ、こういう話ですよねですからまあメイさんもちょっと舵取りが本当に苦しいところで、えー、もしこれが自由な行き来をなしになったらですね 今はないですけども北アイルランドと南のアイルランド教区の間に、まあ、国境を作らなきゃいけませんですね壁を。でそうなるとですねまたなんか紛争の肥大になる可能性がありますよね。ただ今あの壁はないんですけども北アイルランドと南のアイルランド教区の間にはただし北アイルランドの中には、えー、ベルファストという一番大きな町があるわけですけどそこでベルファストっていうのは。 タイタニック号を作った有名な造船所があるところですけどね、えー、そこはあの、まあ、北アイルランド一番大きな都市ですけどもそのベルファーストの中にアイ、えー、ルランドプロテスタント系の人とカトリック系の人が住んでるわけですね、まあ、住んでるって同じ隣近所じゃないですけどそう地区があるわけですけども、えー、これ一緒にこう、まあ、一緒というかそれ分けないと問題があるということでいまだにですねカトリック教徒と 京都の間にですね壁があるんですよ、ね、あのベルリンの壁みたいな。ただし夕方の6時ぐらいまではあ,のある一つのドアがあってそこから行き来はできるみたいですけど夕方6時ぐらいからなかったらドアが閉じられて完全に行き来はできなくなるみたいですけどなんかあの観光ツアーの一部になってるみたいですね。もしあの北アイルランド行く方がいらしたらこれベルファストの,の壁ツアーっていうのは。 あるみたいですからユーチューブでも見れますけども、まあ、そういうベルの壁が崩壊したのは1989年なんですけどもいまだにベルファストにはプロデューサントとカトリック教徒を分ける壁があるとでお互いにその壁があった方がいいって言ってるわけですねいざ,いざこざがなくてまあ話はさっきのねあの来年のブレクシットでいくとやっぱりこのハードボーダーになるのかどうか同じ。正しい 壁を作らななきゃいけそれはそれは当然それをされると経済的にも困るしまた政治的にどんな波紋を呼ぶか分からないのでまあメイ,さんだけはメイさんはそれだけはしたくないわけですね。でそれを自由にしようと思ったら関税同盟に残らなきゃいけない関税同盟に残るということは EU の規則に従わなきゃいけない。ここれれどうやってメイさんがこれをね あの保守党の中でも反対があんだけ多かったんですけども、えー、一体どうやってこれを切り抜のか注目したいところです。